ヤッホーボスです。皆さん、写真をプリントすることってありますでしょうか？まあ、僕はですね、結構写真をプリントする機会っていうのが多くて、まあ、自分でね、自分の作品を印刷してですね、それを部屋の中に飾ったりだとか、あとはですね、フォトコンテストに応募するときとかに結構ね、写真を印刷したりすることがあります。で、そのね、写真印刷の世界っていうのもね、これまたね、奥が深くてですね、まあ、もう沼なんですよね。で、その沼になっている原因として印刷用紙の種類の多さっていうのがね、あるんですよ。で、まあ、写真をね、印刷するときにですね、まあ、写真用紙っていうのをね、買ってくるんですけど、その写真用紙の種類っていうのが本当世の中にめちゃくちゃあってですね、本当いつも買いに行くときにね、めちゃくちゃね、迷っちゃうんですよね。で、僕はですね、結構その印刷するときに結構紙にね、こだわっていつも作品を作ってるんですよ。で、まあ僕の中にもね、いくつかその自分のね、お気に入りのね、写真用紙っていうのがこうありましてですね、今日はですね、その僕のお気に入りの写真用紙を6種類ご紹介していきたいなと思います。ということで、じゃあ早速参りましょう。レッツ紹介。はい、ということでですね、ここにね、まあ、雑多にこういろんなね、写真用紙がね、こう散らばってるんですけど、今からですね、おすすめのね、写真用紙6種類をね、一つずつ紹介していきたいなと思います。ということでね、じゃあ早速一つ目から参りましょう。まず一つ目はですね、こちらでございます。こちら、キャノンの、微粒面光沢ラスターっていうね、言われる写真用紙でございます。これはですね、僕がね、一番使う写真用紙です。で、具体的にね、どんな紙なのかっていうと、まあこんな感じ、こう、わかるかな、これなかなか伝わりづらい部分があると思うんですけど、なんていうか、そのこうきめ細やかで上品なこう光の反射をね、こうしてくれる感じの紙になっております。で、微粒面光沢ってまあ言われているくらいで、本当にね、なんかこう微粒子がこうポポポポポポポンってあって、その微粒子がこうキラーンってこう反射してるっていうか、なんて言うんでしょうね、こう若干ね、こう紙にこうデコボコがある感じで、それがですね、こう上品な光のね、反射を生み出しているっていうような感じの紙になります。で、ちょっとね、うまく説明しづらいんですけど、で、どういう作品に合うかっていうと、これはですね、何でもいけます。こうどんな作品にでもですね、なんか上品さをね、こう付け加えてくれるような紙です。本当にね、こういったね、モノクロの写真を印刷するのも良しですし、こういった風にね、白っぽい明るい写真をね、印刷するときももちろん合いますし、まあ、あとはですね、こういったね、風景とかをね、普通に印刷するときにもですね、めちゃくちゃこう上品な雰囲気をね、出してくれる、まあ、上質なね、紙になっております。で、僕はですね、本当にね、半分くらいこのね、ラスター用紙を使って写真を印刷しています。本当にね、これはマジでもうめちゃくちゃおすすめの紙です。で、多分ね、写真用紙でね、迷ったらもうこのね、ラスターをね、選んでおけば、まあ間違いはね、ないんじゃないかなと思います。はい、で、続いてですね、続いてはね、こちら、じゃじゃん、これピクトリコのプロフォトペーパーっていうね、印刷用紙になります。で、これはどんな印刷用紙かっていうと、まあ簡単に言ったら、光沢紙です。で、光沢紙っていうのは、その名の通りですね、ほら、こんな感じでね、こうキラキラと、こう光沢がね、こう艶感があるようなね、こう印刷用紙になっております。でもこれもですね、ラスターと同じく、結構ね、どんな写真にでもね、使えるような印刷用紙でですね、まあ、僕はね、ラスターを使うことが多いんですけど、例えばこんな風にですね、この夜景のね、キラキラ感とかをこう強調してね、演出したい時とかにはですね、この光沢紙はね、おすすめかなと思います。で、僕はですね、このピクトリコっていう写真印刷メーカーの紙をね、使ってるんですけど、キャノンとかね、他のメーカーにもね、光沢紙っていうのはね、あるんでね、ぜひお好みのメーカーのね、写真用紙、光沢紙をね、見つけて試してみてください。まあ、なので、基本的には、このね、ラスターと光沢紙の、
この2種類でね完結することが多いかなと思います。でここからですねちょっと若干マニアックな紙をねご紹介していきたいなと思います。はい、ということでじゃあ3つ目のね、印刷用紙はこちらです。キャノンのプレミアムマットと言われるね写真用紙です。まあ、紙の名前通りめちゃめちゃマットな写真用紙となっております。例えばねこんな感じの写真、これちょっと何写ってるか分かんないと思うんですけど、まあ、これあの吉野山って言われるねあの関西でこうめちゃくちゃ雲海のこう有名なねスポットの写真なんですけど、こう分かりますか、さっきのねこの光沢紙と比べて全然光沢がねむしろ全くないじゃないですか。であのラスターでもね若干ほらこういう光沢はねあるんですよ。微粒面光沢って言われるくらいなんで。でもこのマットに関してはですねもうマジでマットなんですよわかりますか。だからね結構こう本当に白黒写真とかあの白黒のねスナップとかを印刷するときにはですねこうめちゃくちゃねこう印象がね強くなるんじゃないかなと思います。だから僕はですね結構モノクロ写真をね印刷するときとかにこのねマット用紙をね使うことが多いです。むしろあのマット用紙であのカラーをね印刷したことがないですね。全部あのモノクロ写真をねこのマット用紙で印刷しています。じゃあ続いて4つ目はですねこちら、じゃじゃーん、こちらねまたピクトリコっていうね会社の、写真用紙なんですけど、ピクトリコプロスムーズフォトペーパーっていうね、印刷用紙になります。でこれはですね結構あのニュアンスとしてはラスターに似ている感じのね印刷用紙です。でまあどんな感じのね紙かっていうとこんな感じの紙になるんですけど、まあ、上品なね光の反射の仕方をするっていう紙 でラスターとの違いっていうのはこうラスターの紙っていうのはこう若干ねつぶつぶ感っていうのがあるんですけど、このスムーズフォトペーパーっていうのはそのラスターよりさらにそのつぶつぶ感がなくなった感じのね微粒面光沢紙と思ってくれれば大丈夫かなと思います。まあ、パッと見ねあのラスターとねあのスムーズフォトペーパーの違いっていうのは、まあ、分かりにくいんですけど、よく見たらねあの違いっていうのはね分かるかなと思います。でまあ僕はね具体的にどんな写真に対してこのスムーズフォトペーパーを使うかっていうと、まあねこんな感じで、まあ、こんな感じの写真をはじめねあの落ち着いたどこか落ち着いている雰囲気の風景とかをね印刷するときによく使ったりします。でもちろんねあのモノクロの写真もねこの紙結構ねあの映えるのでモノクロ写真とかでもねあのおすすめできる印刷用紙となっております。で残り2つですね、あと2つはねなかなかこうまたね特徴的な印刷用紙なんですけど、で続いてのね印刷用紙はこちらでございます。わかりますか、こちらもピクトリコ社の、写真用紙で名前がですねピクトリコプロシャイニーゴールドって言われるね、写真用紙になっております。シャイニーゴールドってまあどういうことかっていうと、これはね写真をねお見せした方が早いんですけど、じゃじゃん、一見普通に見えますよね。若干これね傾けるとほら、わかりますか？この紙なんか、ゴールドのね、色の反射をするんですよ。これね、ぜひこれ肉眼でね、見てほしい。本当に、さっきも言った通りね、この紙、ゴールドのね、光をなんか反射するんですよ。なので、このプリントとね、相性の合う写真っていうのは、まさにこんな感じで、夕日をね、写しているような写真がね、めちゃくちゃこの紙と合います。これ本当にね、もう、めちゃくちゃ綺麗なんです。こっちの分かるかな。この色合い。これ本当にね、めちゃくちゃね、綺麗なんで、ぜひね、ヨドバシカメラとかのね、あの店頭に行けばね、見ることができるんで、ぜひね、一度ね、見に行ってみてください。夕日とかね、朝日の写真をね、印刷するにはね、もうこれ本当、もってこいのプリント用紙だと思います。はい、そして最後はですね、こちら。ででーん。ピクトリコプロホワイトフィルムというね、
写真用紙になります。これはね、言わずと知れたね、あの有名な写真用紙だと思うんですけど、これはね、もう一言で言うなれば極めに極めた光沢紙みたいな感じのイメージです。で、光沢紙とはね、あの全然また違うんですけど、でこの紙はですね、鏡面光沢っていう風に言われてですね、鏡面っていうのは鏡のことです。でもまさにこれ分かりますか、ほらもう光が鏡のようにね反射するんですよ、この紙だと。めちゃくちゃこの紙質もね、ほんとなんかもう紙と思えないようなこう質感でですね、めちゃくちゃ、例えばこれ、例えばね、夜景とかあの光がねめちゃくちゃ綺麗な写真を印刷するとですね、すごい仕上がりになります。めちゃくちゃこうなんていうか、こうもうほんとツル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 っていうか、もうめちゃくちゃね、もうめちゃくちゃ綺麗なんですよ、ほんと。もうこれだけね、だからもう紙質がね、なんか違うんですね、ほんと他の紙と。なんかもうプラスチックみたいな。もうなんかもうすぐプラスチックみたいな感じの、あの、印刷用紙でですね、ほんと、なんていうか、光り輝いているね、写真だとか、まあこういったね、夜景とかでもそうですし、ちなみにこの、ピクトリコプロホワイトフィルムはですね、あの、お値段めちゃくちゃ高いです。で、確か10枚入りで2000何円ぐらいしたんで、1枚あたり200数十円するね、あの、印刷用紙になってます。まさかの自販機のお茶1本より高いっていうね、印刷用紙なんですけど、でもね、もうそれぐらいのね、価値がある、本当にね、あの、紙になってるので、もうここぞ、これというね、あの、写真がね、あった場合にはですね、ぜひ、このホワイトフィルムでね、することをお勧めしたいなと思います。はい、ということでですね、本日は僕のお気に入りのね、写真印刷用紙を紹介してみたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、あの動画じゃね、本当に質感っていう部分はね、なかなか伝わりにくかったかなと思うんですけど、ぜひね、あのヨドバシカメラのね、店頭とか行ってもらえればね、実際ね、その紙で刷られた作例とかね、見ることができるので、ぜひ皆さん、あの一度見に行ってみてください。で、そこでね、まあいろいろね、あの自分のね、お気に入りの写真用紙っていうのをね、見つけていただけたらなと思います。はい、ということでね、本日の動画はこんな感じで終わろうと思います。本日も皆さんご視聴ありがとうございました。少しでもね、良かったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。